晴れ渡った大空がまぶしい6月24日、宇陀市文化会館かぎろいホールで第17回宇陀和太鼓祭りが開催されました。この催しでは宇陀和太鼓連盟に加盟する5つのグループが1年に1度このお祭りに向けて腕を磨いた成果を発表します。子供からベテランの方まで幅広い世代の方が心一つにビシッと衣装に身を包み本番に向けて準備万端です。虎の音が鳴り響くと宇陀獅子舞楽団の皆さんが登場しました。オープニング演奏です。獅子舞楽団は宇陀和太鼓連盟内各グループから特別に構成されたメンバーで作られ、さまざまなイベントで演奏されているそうです。開会式では宇陀和太鼓連盟事務局長の広沢さんよりご挨拶がありました。この太鼓祭りも17回目となりました。2002年が初めてで、今年は、5チーム4年ぶりにソロっていうのを演奏になります。ですね、三重のチームの方が残念ちょっとメンバーがいなくて、参加できなかったんですけども、今年は、子どもたちとお母さんになりますけれども、4人でしっかりと演奏してくれることになって、大変喜んでおります。今年は迫力のある和太鼓演奏に加え、ゲスト出演の三味線とお笑いがあるので、長時間の舞台になりますが、最後まで楽しんでくださいとおっしゃっていました。最初に演奏いたしますのは、室尾流血太鼓龍神です。室尾流血太鼓龍神は1999年、自然豊かな室尾の山里で女性ばかりで始めた和太鼓集団です。現在では小さなお子さんも加わり、幅広い世代で太鼓を通じて一つになれることに感謝し、精一杯演奏したいとおっしゃっていました。続きまして、三重白太鼓天竺座の演奏です。三重白太鼓天竺座は、メンバーの減少による3年間の活動休止を経て、今年新しいメンバーで復活しました。
叩いて歌って踊れる、世界に通用する偉大な素人郷土芸能集団を目指して日々練習に励まれているそうです。続いては歌野の和太鼓響の皆さんの演奏です。このチームのメンバーは家族で参加されている方が多く、毎日笑いの絶えないアットホームな雰囲気で練習をされているそうです。心と心を響かせ合う演奏をコンセプトに、多くの方を感動させたいとおっしゃっていました。このお祭りのために各チームから有志が集い結成されたチームです。大太鼓を打つのが大好きなメンバーで構成されたこのチームの別名は爆音隊。迫力満点の元気いっぱいのサウンドを楽しんでほしいとおっしゃっていました。第1部ラストはゲスト出演、大向貴明さんによる津軽三味線の演奏です。大向貴さんは高校時代から始めた津軽三味線を通じて様々な人と親交を深めてきました。今も仕事と奏者としての活動を両立しながら三味線を楽しんでいます。多くの方に楽しんでもらえたら嬉しいとおっしゃっていました。第2部は奈良家良太さんの落語から始まりました。続いては参加グループの合同編成による宇田和太鼓連盟合同曲わらべが披露されます。このわらべという曲は和太鼓響の藤本さんが作曲した宇田和太鼓連盟のオリジナル曲です。変拍子を大胆に取り入れ、静と動、強弱のメリハリを表現するのがとても難しい曲ですが、小さな子供と自由に遊び回る様子を思い浮かべながら楽しんでほしいとおっしゃっていました。
続いてソニ村からは和太鼓ヌルベの皆さんの演奏です。平成17年に結成された和太鼓ヌルベは現在村内外の多数のイベントに出演し、人々の心と美しい自然に響く和太鼓演奏を通じてソニ村活性化に貢献したいとおっしゃっていました。それでは、チーム別演奏としては最後になります。今年幹事を務めさせていただいている和太鼓春の演奏です。和太鼓春は2000年9月に結成されたチームで、灰原を中心に夏祭りなど地域の活性化を目指して活動されています。叩くのが大好き、もっと楽しくかっこよく叩きたいと日々練習に励まれているそうです。宇田の里音頭と全員による合同演奏、宇田和太鼓連盟合同曲の演奏で祭りは幕を閉じました。熱く力強い太鼓の演奏で皆さんいい笑顔をされています。音楽を通じて、お祭りを通じて、出演者も観客の皆さんも元気いっぱいな笑顔があふれていました。まず6月29日取材に伺いました。ふれあい授業を企画開催している宇田ランチプロジェクトを紹介します。この団体は宇田市、町、人、仕事、創生総合戦略での提案をもとに宇田市活性化を推進する一団体として、四日勝彦さんを代表とし平成27年12月に設立されました。地産地消の宇田市学校給食と地域力向上計画で宇田市まちづくり活動応援補助金の給付を受け、食育に携わることを主として活動されています。宇田市立学校給食センターと生産農家との懇談会を開催し、より多くの地元の野菜を学校給食に取り入れられるよう協力をお願いし、また
給食センターの意見を栽培計画に反映していただけるよう意見交換会も企画されました。年間通して学校給食で使ってもらえるよう使用野菜の端境期に納入できる野菜の栽培実験を試み、並行して宇田市及び市内学校への理解協力を要請されています。この取り組みにより市内学校給食で使用の野菜地産率は立ち上げ当初平成27年度 12.1% だったのに対し、平成29年度には 32.2% まで向上しました。その給食を毎日食べる子どもたちが地産地消の意味、そしてその大切さを理解し野菜嫌いがなくなるようにとテーマを嫌いな野菜を育ててみようとし、一緒に野菜の植え付けなどをしています。その一環としてふれあい授業というタイトルで野菜のお勉強をするのです。今日は玉ねぎについての千野さんの授業です。授業を受ける室尾大野にあります室尾小学校2年生の教室です。18名の児童たちは授業参観とはちょっと違う教室の空気に若干戸惑っている様子です。これから4時間目の勉強を始めます。始めましょう。2年生担任の時先生です。はい、ついに皆さんこの楽しみにしていた日がやってきました。たくさんお話しして、触れ合い授業なので、たくさん触れ合えたらいいなと思います。では児童4名による初めの言葉です。これから千代先生に玉ねぎについてお話ししてもらいます。今日の目当ては玉ねぎのことについてよく知ろうとたくさんお話をして一日楽しく過ごそうです。しっかりお話を聞きましょう。はい。それでは千野先生よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ皆さんと勉強しましょう。はい、ぜひ見てください。関係者の皆様には高見市長が児童とランチプロジェクトの皆さんへ励ましと期待の挨拶をされた後、授業が始まりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は玉ねぎについて皆さんと勉強していこうと思います。まず玉ねぎ知ってるかな。うん、知ってる。好きかな。嫌いな人は。玉ねぎをどうやって作るか知っている人。知らない。去年じゃがいもを作るとき種芋を植えたように玉ねぎを植えるのか種を植えるのかどっちかなと質問すると、子どもたちはどっちかなと考えます。種を植えるんだよと教え、教卓に置かれた段ボール箱から3種類の種を別々に入れた袋を出し、どれが玉ねぎかなと問いかけます。白くてコロコロしたもの、お米のような形をした茶色いもの、そして小さくて黒いもの、隣のお友達と相談しながら考え、後ろの席に回します。子どもたちにはちょっと見当がつかないようなので、小さくて黒いのが玉ねぎの種ですよ、他のは豆と精米する前のお米ですと教えます。じゃあ種はいつ植えると思うと尋ねると、秋という声が聞こえました。夏休みが終わって10日ぐらいしたら植えるんだよと言うと、君たちが3年生になって夏休みが始まる前にできるよと伝えると、口々にそんなにかかるのと驚いた様子です。千野さんの授業に興味津々の様子です。
どうなるかな。次に取り出したのは種から成長した2種類の苗です。どちらが玉ねぎの苗でしょうか。どうなるな、ちょっと待ってな。どっちが玉ねぎだと思う。こっち。そうだな。鼻を近づけて匂いを嗅ぎます。おー、玉ねぎの匂いがする。じゃあ隣に回してあげるな。細く伸びたのが玉ねぎ。この質問の答えはすぐに分かったようです。玉ねぎの苗が大体皆さんの。もう片方はセロリの苗です。次に出てきたのは大きな穴あきビニールです。さっきの成長した苗をこの穴に植えるのです。この細い玉ねぎを一本一本植えていくんです。あの段ボール箱からまた何か出てきました。枯れた玉ねぎの花です。そこには種が出てきています。これを次の年に植えて育てるのです。約20分間のふれあい授業で子どもたちの頭には玉ねぎに関する知識がいっぱい入りました。次は質問コーナーです。はい、聞いてちょうだい。これは一番難しい質問だけれども、玉ねぎは多分ね、他に食べられたくないんです。食べられないように、もし玉ねぎ生でガリって感じで辛いだろう。だから玉ねぎも食べられないように防衛してるんだと思う。玉ねぎの皮はどうやったら早くむけるんですか。あ、なぜ利用しても腹が溶けするんですか。なんで何種類ありますか。なんで玉ねぎは黄緑と白なんですか。玉ねぎは全部めくれるんですか。めくれる。次々と疑問に思った質問をぶつけます。包丁で玉ねぎを半分に切って測って。篠さんはそれぞれの質問に丁寧に答え、ふれあい授業は終わりました。全部変わる。お待ちかね、給食の時間です。今日の給食は、すべてが宇田さんの野菜で作られた宇田野菜の日。メニューはカレーライス、手作り福神漬け、フルーツポンチです。野菜を作ってくれた方を紹介します。じゃがいもを作っていただいたのは、東さん、東さん、はい、それと森脇さん、はい、それと、小村さんです。じゃあ玉ねぎは誰が作りましたか。はい、それと鈴木さんです。カレーに添えられた福神漬けも宇田さん大根を加工したものでした。
今日は全員が完食したようです。このようにこの取り組みを始めてから飛散率が向上しただけではなく残食が減ってきているとのことです。今は室尾小学校1校での授業ですが、宇田市内の各学校に広げていきたいとランチプロジェクトの皆さんはおっしゃっていました。おいしく給食が食べられるのは作ってくださっている方がいるから、感謝の気持ちを伝えましょうの時先生の声かけに、松塚建設60メートルの大空間も可能、システム建築、新築住宅、リフォーム、ソーラー発電、耐震補強も松塚建設。受け継いできた大切な土地、思い出の詰まった住まい、売却のご相談は私たちにお任せください。適正な価格でご納得の査定を行います。秘密厳守、安心してご相談ください。豊富な情報をもとにスピーディーでご満足いただける売却をサポートします。土地・住まいの売却は灰原駅南口三和総合住宅販売へお気軽にご相談ください。近鉄灰原駅前のみーちゃん寿司、店主こだわりの新鮮な素材を生かし、お寿司はもちろん一品料理、懐石料理などでお楽しみいただけます。各種のご宴会、ご啓示、ご法事など50名様まで受けたまわります。宇田市内無料送迎させていただきます。詳しくはホームページまたはお電話で、皆様のお越しを心よりお待ちしております。